イスラエルから西岸にかけてのユダヤ砂漠の位置。ユダヤ砂漠はエルサレム東方から視海へと下っていく。途中のイスラエルとヨルダンが西岸地区にまたがるところにある砂漠。ネゲブの北東部からベートエルの東方へ広がる。この砂漠は、旧街を伴う断球を持つことが特徴となっている。砂漠の末端は、視海やヨルダン渓谷に落ちる旧街となっている。 深く狭い峡谷の発達も見られ、西部では366メートル、東部でも183メートルの深さになるところもある。ユダヤ砂漠は、東側のユダヤ山地と共に、特別な形状の構造を持っている。この砂漠は、ヤシモンとも呼ばれることがあるが、これは、砂漠、荒野という意味であると共に、ユダ族の荒野ないし、ユダヤの荒野などの意味も取れる。ユダヤ砂漠は、 エルサレムの東方にあり、視界へと下っていくところにある。周辺の主な都市地域には、エルサレムの他に、ベツレヘム、グーシュエツヨン、エリコ、ヘブロンがある。ユダヤ地方の降水量は、西方の丘陵地で400、500ミリメートル、中央部の西エルサレムで600ミリメートル、東エルサレムで400ミリメートルに減少し、東部では雨影効果のために100ミリメートル程度まで下がる。 ペンの気候区分は西部の地中海性気候から東部の砂漠気候へと変化し、中間には細長いステップ気候の地域が広がる。エルサレムのヘブライ大学の調査によると、ユダヤ砂漠の地下にはユダヤ大水槽という妙が存在しており、この大水槽はユダヤ山地に発し、北東方向へ視海に向かって流れ、月無、金、サマル、 エンゲティの泉で地表にも現れる。幸雨を集めるこの大水槽には毎年およそ1億立方メートルほどの水が流れている。司会文書は1947年以降にユダヤ砂漠の11カ所の洞窟から発見が重ねられたものである。ユダヤ砂漠には観光地として古代の要塞跡であるマサダがあるほか、急峻な峡谷へ降りてゆくハイキングなどが 観光客を集めている。ありがとうございます。